平野紫耀香港滞在中に見せたクールな夜景ショット、世界進出への一歩。平野紫耀の香港訪問と夜景で輝くファッション。ナンバー I の人気メンズファッションアイコン、平野紫耀が香港を訪れ、その滞在中にインスタグラムでシェアしたクールな夜景ショットが話題となっています。 ルイ・ヴィトンからの招待により、2024プレフォールメンズファッションショーに参加する彼は、香港の美しい夜景をバックにした写真でファンを魅了しました。この記事では、平野耀の香港訪問にまつわる注目のエピソードやファッションに焦点を当て、彼のファンと共に彼の成功への歩みを振り返ります。香港の夜景を舞台にした平野耀のスタイリッシュな一枚。 平野紫仕様は自身のインスタグラムを通じて香港訪問の様子をファンと共有しました。その中で特に注目を集めたのが香港の夜景をバックにしたクールなショットです。写真にはグレーのジャケットに白のインマー、黒のデニムといったスタイリッシュなファッションで身を包み、手にはルイ・ヴィトンの赤いバッグを持っています。 この洗練されたスタイリングは、ひときわ夜景の美しさと、そう待って、彼のオシャレセンスを際立たせています。ルイ・ヴィトンからの招待と夢の舞台。平野志耀は、投稿でルイ・ヴィトンからの招待に感謝の言葉を述べ、2024プレフォールメンズファッションショーに参加していることを明かしました。 この正体は世界的なファッションイベントであることから、平野紫耀のファッション界での地位を裏付けるものと言えます。香港の夜景が舞台となる中、彼は明日のショーを楽しみにしながら綺麗な街を見ながら過ごしたいなと思います。と投稿し、プロのファッションショーへの期待と興奮を共有しています。ファンからの反響、眩しい夜景と輝く紫陽君。 平野紫仕様の投稿には、ファンから多くの反響が寄せられました。彼の夜景と共に輝く姿に対し、やっぱり世界が黙っていない、紫輝くん、投稿ありがとう。夜景、綺麗だね。仕様くんもかっこいい。ほっとする、といったコメントが見られます。特に、夜景に部 v に紫輝くん、全部眩しい。 後ろの夜景よりも君は輝いているといったコメントは彼の存在が夜景を模凌駕しているというファンの熱いサポートを表しています。夢の実現と進化する紫陽君。ファッション界での成功を収める一方で、平野耀は世界進出へ歩み出している夢が一つまた一つ叶っていく姿を応援していくね、というコメントが寄せられています。彼のファンは、 彼が日々進化し、夢を追い求める姿に感動し、応援しています。ルイ・ヴィトンのファッションショーへの参加は、彼が日本だけでなく国際的な舞台でも認められつつあることを象徴しています。平野紫仕様のファッション界での躍進と未来への展望。平野紫仕様の香港訪問は、彼のファッション界での地位を強化し、ファンとの絆をより深める素晴らしい機会となりました。 夜景に照らされた彼のスタイリッシュな姿は、ファッション愛好者だけでなく、彼の多くのファンにとっても魅力的であることを示しています。今後の彼の活躍に、ますます期待が高まりますが、彼のファッション界での躍進は、まさに夢を追い求める若者たちにとっても励みとなることでしょう。これからも平野仕様の輝きが、世界中に広がっていくことを期待しています。